皆さんどうもこんにちは。おでんはやっぱり大根。今日も元気に頑張りましょう。うぷ主のみーです。おでんはやっぱり卵だろ。この動画で唯一まともなマリサだぜ。まったく二人ともまだまだね。おでんと言ったらだしよだし。だし一筋20年、霊夢だよ。じゃあおでんのだしは何だしだよ。そんなのあれよあれ。ああ、向こうに UFO が。ええー、どこどこどこ。おい、もう始めんぞ。そうね。だしの話はまた今度よ。それじゃあ今回も張り切ってマリオメーカーやっていくぜ。ちょっと UFO どこ。最初はこのコース。パウで快適？どういう意味なんだろうね。やあクッパ。おいマリオ俺様の城で何してんだ。なんかパウで快適な旅ができるらしくてね。本当にパウで移動して嫌がるぜ。もしかしてあの砲弾地獄をこれで旅する気？ひぃ、無茶だよ。ああ、なんて快適なんだろう。うわあ、めちゃくちゃスレスレじゃねえか。やあテレサの諸君、元気かい？なんなんだこいつ。こんな場所を涼しい顔で通ってやがる。ああ、快適快適。こんな旅があるかよ。今度は俺様も乗せて。ええ、戻ってこられたらね。誰が戻ってこいって言ったのよ。お前だよ。またしてもクッパ様が新奥義を習得したみたいです。今度は地面をすり抜けるって、君は本当に踊ることが大好きだね。これが楽しそうに踊っているように見えるか。見える。じゃあ、あす。こいつマジですり抜けた。わあ、俺様すり抜けた。どうすんだよ、どうなってんだよ、わあ。落ち着け。しかもすり抜けたことでダンスがさらに激しくなってるよ。ダンスコンテスト出てみませんか。こらー。壁をすり抜けてさらに踊るなんてすごいマジックね。あれ、右のやつはすり抜けねえのか。でアーキにかけて損した。クッパ三兄弟が壮絶なダンスを披露してくれてるわ。でもやっぱり右のやつはおとなしめだね。左と真ん中が極端にうるせえだけだろ。本当は今スター状態だから全員蹴散らしたいところだけど、壁に守られてて手出しできないから帰ろう。壁があってよかったー。喧嘩しないで仲良くダンスを踊るんだぞ。ダンスはもうすんだー。踊って汗をかいただろうからマグマに浸かって汗を流しな。骨以外全部流れるん。今度はカメックが新技を習得したようです。一体いつ習得してくんだろうな。ちょっと瞬間移動したわよ。うひひきき き、どうじゃわしの新技。ばあさんすげえな。ちょっとその技僕にも教えてくれない？それでクッパを脅かしてやりたいんだよね。うきき、若造。この技はわしが50年かけて練習してできた技じゃ。もっと他のことに時間かけろよ。そう簡単に習得できるもんじゃないぞ。50年か。それなら普通にクッパ倒した方がいいや。そうじゃな。皆さんも50年かかりますが練習してみてはいかがですか。絶対やりたくねえ。マリオも何やら習得したみたいです。お前らすげえな。それではマリオさんに演奏していただきましょう。ということでマリオさんに演奏していただきました。キラキラ星になったゴリラ、でした。ディディーコングって言っちゃドンキーの弟分だろ。出てくるなんて珍しいね。なに、ディディーが来てるって。どうしよう。そんなバナナ。これまた珍しくドンキーが慌ててたね。あ、皆さんいつもうちのゴリラがお世話になっています。随分としっかりしたやつだな。なんで僕が今回来たかっていうとあのゴリラを探してるんですよ。さっき相当慌ててたからきっと何かやらかしたのね。何かどころじゃないですよ。村の食料庫のバナナ食べ尽くしたんです。そりゃ早くとっ捕まえて絶叫しねえとな。おーい、ゴリラ捕まえてきたよ。捕獲ゴリラ。どうやって捕まえてきたんだよ。バナナが向こうにあるよって言ったらついてきた。ものすごく単純だな。ちょっとドンキー、なんで全部食べちゃうんだよ。美味しいから。美味しいのは知ってるよ。あ、戻そうか。戻すなー、いいか、絶対戻すなよ。ぜ、ロックなスーパーから拝借してくるほ。拝借してくるってまさか、待てー。まったくドンキーのやつは困ったもんだな。年下のディディに怒られてどうすんのよ。あのバナナに対する異様な執着なんとかならないもんか。それにしてもさっきから後ろ向きなのに、よくそんなにうまく避けられるな。ふっふっふ。ジャングルの勘ですよ、勘。私もジャングルに行ってその技習得しようかしら。一回行っただけじゃ習得できねえだろ。
ちなみにジャングルでずっと生活してるドンキーは、できませんよ。できねえのかよ。センスが必要ってわけね。ドンキー、帰ってこーい。どうもオープ主のミーです。今知らないおっさんの見たくもない寝顔を見ています。なんで見てんだよ。平日の昼間から海岸で昼寝なんて。私も混ざろうかしら。混ざるなぁ。定位置にやってきました。こいついつもいるな。クッパ。いやぁ、日本はもう秋だがこっちは常夏だな。俺様の頭は常夏だと言っています。よぉ。その通りだバカ野郎。だって絶対言ってねぇ。今回は何する？そういやドンキーのやつが何やら張り切ってたぞ。あのゴリラまた何かやるつもりね。早速見に行くぞ。ここは卓球の試合場よ。もしかしてドンキー卓球でもやるのかな。バナナをかけて勝負。ベクターと卓球勝負するみたいだぜ。バナナスマッシュクラウンホ。皆さん、今回はゴリラとワニのバトルみたいです。わなわなわなわ。うほう。もしかしてドンキー、卓球初心者か。昨日の夢の中でやったんほ。初心者なんだな。しりとり。リンゴ。ゴマ。そこはゴリラだろ。マリオ。オラ。一人称。ランプ。プール。ドゥリー。いいバナナ。なしだろ今の。あ、チャンスボール。ノンノン。しりとりは負けだよ。さっきのドンキーの必殺技みたいなのすごかったね。すげえ喜びようだな。うほほうほほ。次もいただくうほ。俺がいただく。なんだあれ。お前がやったやつと同じだろ。痛ーい。大丈夫大丈夫。ちょっとひふえぐれただけよ。全然大丈夫じゃねえよ。おお、決まった。お互い一歩も譲らない感じね。ああ、同じくらいのレベルなんだろ。け、冗談じゃねえ。冗談じゃなくねえ。どっちだよ。とうとうマッチポイントになっちゃったよ。なんとかジュースまで持ち込むのよ。ジュース、バナーナジュース。そう、バナーナジュースまで持ち込むの。ジュースじゃなくてジュースだよ。おお、やったわ。それにしてもなかなか勝負つかねえな。でもドンキーが少しずつコツを掴んできているみたい。いっけー。よし、いいぞ。あと1ポイント入れたら勝ちだ。これに勝てばバナナ1年分もらえるんほ。え、そうなの。そんなの初めて聞いたわ。1年分なんかもらったってすぐ腐るだろ。来た、ゴリラチャンス。勝ったー。激戦を制したのはドンキーよ。最後綺麗に決まったな。はぁ、どっこいしょ。てなわけでベクターに勝ってメダルをもらったドンキーは、そのメダルを売ってバナナを買ったけど、ディディに見つかってバナナ没収されたんだって。ガッハッハッハ、悪いことはするもんじゃねえな。ほんとだよ。それでは皆さんまたお会いしましょう。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方はこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォン、タブレットでご覧の方はこちらからご登録よろしくお願いします。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか？それじゃあ今日もやみやみじゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。私も卓球やってみたくなったぜ。それじゃあまた明日勝負しような。